はい、皆さんこんにちは。久しぶりのメディバルダイナスティですけど、今ベータテストが来ましたね。ついに馬関係のアップデートが来ました。それなのでちょっと久しぶりにですねやる感じなんですけど、とりあえず馬関係のものとか、あとアップデートの雑貨などをしていきたいと思います。まず今回の多分メインですね、こちらの方は、どれだっけ、馬なので馬乗れるようになったんですかね。馬に乗る能力はまだアンロックできませんね。まだ使用禁止になってるな。他にはどれだろう、馬これかな。あ、馬小屋は来てますね。ステーブル、馬小屋は来てても馬は乗れないのかな。なので一旦とりあえず馬小屋作ってみましょう。まず薪が10、丸太が10でしたね。多分その他にも必要だと思うので持ってるだけ持とう。こんなもんかな。どこに建てましょうかね。この裏側空いてるんでここら辺建てれるかな。なんか広い土地あってもちょっと敷地がですね平行じゃないので、ああ建てれるな、ここか。建てておきましょう。よし、わ、結構デカめですね。結構デカめの馬小屋です。では建てよう。やっぱ丸太ですね。よいしょ、扉と、あ、壁は板なんですね。ここら辺では板か。よいしょ、ハンマーも壊れそうなのでハンマーも取ってきましょう。あれ、馬小屋、あ、そっか、馬を買わないとアンロックできないのかな。今のところスキルはポイントはあってもアンロックはできない感じになってましたね。どこだ、丸太、丸太を取ってこよう。あとはハンマーですね。ハンマーも取ります。まだ持てそうなので板だな。板を持っているだけ持とう。あと 7.4kg ぐらいですね。よし、出ましょう。なんかちょっと音系もこんなんでしたっけ。ちょっとあまりにも久しぶりすぎて覚えてないんですけど、まあいろいろなサウンドの方もアップデートされてるみたいなので、そこは、自分で試してみてください。なんかちょっと動きがカクカクするな。なんでだろう。パソコンとかも変わったので、グラフィック系は結構大丈夫だと思うんですけど、なんかカクカクしますね。あと藁と、藁どれぐらいだろう。40ぐらい持っていきましょうか。と、丸太を少し。こんなもんでいいかな。丸太少ないですかね。よいしょ、で屋根を作っていきましょう。なんかシュワッていう音が追加されてるような気がしますね。気のせいでしょうかね。8ですね。前回この明かりとかのアップデートが来て以来だと思うので、そうですね、結構久しぶり、操作を忘れるぐらい久しぶりですね。
丸太はいらなかった。藁ですね。こんなもんで完成ですかね。よし、完成した。馬小屋はこれで完成しました。あとちょっと見ていきましょうか。スキルのところは変わったのはあるのかな。特にないですかね。ジャーナルのところ、メインクエストやチャプターは増えてません。地図も変わりなくかな。あと人ですね。これなんかこんなんだっけ、そうとされてるような感じもしないでもないな。ここらはアンロックしてないスキームがないか見ていきましょう。4431でないですね。特にはないな。これあるな。これなんだろう、ストーンシックルかな、釜ですかね。釜って他には、あとはちょっと間違えました、裁縫のところ、馬系ですね。馬のなんだろう、これサドル、椅子の蔵かな、これがサイドバックですね。他にもあるのかな、鍛冶屋、鍛冶屋で蹄がありましたね。蹄のところにつけバテツっていうんですかね、これありますね。で、これは鉄製の釜ですね。裁縫のところは、サイドバックがいいやつなのかな。で、さらに、なんかすごい、ラージホースサイドバックですね。これで全部、解放したのかな。どうしよう、バテツはここかな。どこですかね。ありますね、鉄4つ。鉄4つか。これね、4つ足全部に必要なのかな、どうですかね。ちょっと4つなので、一応全部の足分の4つ作ってみましょうか。どっちだ、これだな。よいしょ。30秒もかかるのか。長いですね。今のところ馬を買いに行かないといけないんですけど、アップデートの画面を見たときにですね、ニュースの一覧表ですね。町の名前に馬の馬小屋の名前が追加されるみたいに書いてあったので、そこだと思います。なんだっけな、名前は。ハロニカみたいな感じの名前ですね。下っ側の方の町ですね、多分。今日はちょっと遅いので、明るくなってから出かけたいと思います。なので、今日はこれ時間かかりますので、明日の朝まで飛ばしたいと思います。はい、朝になったので、下の方の町まで来ました。それでですね、マップで言うと、ここの町ですね。ちょっと名前隠れちゃってますけど。で、新しい機能として、ここでですね、ウェイポイントを置けるようになりました。F ですね、F キーを押すと置いたり、外したりできるんですけど、これで、どこに向かうかっていう目印が置けるので、ちょっと、便利になったのではないでしょうか。よいしょ。では、馬のところを探してみたいと思います。なんか変わったのかな？特にはなんかわからないな。これか。超広いのできましたね。
これ馬小屋はありますね。馬小屋あるけど馬がいない。よいしょ。ああ、売ってるのも全部馬関係ですね。ただ馬がいないので、どうしたもんかな。困りましたね。馬小屋に馬はいませんでした。季節か年が変わらないといけないのかもしれませんので、またちょっとしたら来てみようと思います。あ、それとですね、こんなついでで申し訳ないんですけど、あ、ジャーナルじゃなかった。マネージメントのところですね。建物の最大数が40個まで増えています。そうですね、ちょっと自分馬小屋建てるときにそういえば限界まで建ってたの忘れてたんですけど、建物も40個まで開放されているので、住人とか増やすことができるかと思います。とりあえず、季節とかが過ぎるまでは自分も家を建てて時間を過ごしたいと思います。また、どうしよう。冬か、もしくは年明けですね。の方で、こっちにまた来たいと思いますので、また一回、そこまで飛ばしたいと思います。はい、季節が変わりましたので、下の町ですね。ホーニカみたいなとこまで来ました。馬いますね。あ、念願の馬だ。うわ、9500ですね。9500でお馬さんが買えるみたいです。スタリオン。こっちは、あ、子供の方は6650ですね。何ですかね、フォールですかね。これは何だろう、メア？これもまたなんかあるのかな。確かアップデートの方で動物たちは年を取るとまあ死んでしまうみたいな、あと壇上ですね、メスとかオスとかもなんか区別があるようなことが書いてあったんですけど、どう違うのかな。スタリオン、まあ最近やってたダービースタリオンとかこういうスタリオンですから、なんだろう、スタリオン競走馬とかそんな感じなのかな。9500と、こっちは9500、一緒だな。とりあえず一高いからな。買ってみましょう。一応先ほど馬小屋は作ったので、4頭までは買えるみたいですね。買っていこう。もう2頭買っていきます。これとこれどう違うのかわからないし買っていきます。まだ乗るにはどうしたらいいんだろうな。スキルがまだ解放されてませんでしたので、スキルが解放されないとちょっと乗れませんよね。それともダメなのかな、なんかやらないとダメなのかな。まだ使用できん、禁止ってなってますからね。まだ馬に乗ることはまだできないのかもしれません。では一旦自分の村に戻って、馬たちの様子を見ていきたいと思います。はい、戻ってきました。では、お馬さんを見てみたいと思います。あれ、いないね。あ、いましたね。いました。自分の馬ですね。どういうことだ？開いてと。ああ、なるほど。ホースサドルは作っておいたんですけど、つけれましたね。対応しては何だろう。荷物を持たせれるのかな？あ、乗れた、乗れた。乗れましたね。スキルなくても乗れた。へえ、これどうしたらいいんだ？おお、馬に乗れましたね。
サドルつけたら乗れましたけど、えらいことになってます。どうしていいんだ、操作が。おお、馬に乗れましたね。馬走れますね、そして。おお、早い。ただ、急に、まあ、曲がったりはできないのかな。おお、すごい。馬乗りましたね。あれ、これスキル結局いらないんですかね。おお。馬乗りました。どうやって降りるんだろう。あ、降りてない。ジャンプもできるのか。ジャンプもできるみたいですね。ん？これか。あ、降りましたね。よし。おお、馬乗れました。おお、ちょっと嬉しいですね。ちょっと遠く行くときはこれで行けると思います。これですね。ホースサドルですかね。これの方がレザー20、鉄6、ウールスレッド16、リネン生地10と結構なものを使います、素材。これであと、馬につけるバッグもですね、レザー16、鉄4、リネンスレッド20、羊毛生地10、リネン生地16と、こちらの方もいっぱい使いますね。ちょっとまだバッグの方は作ってないんですけど、作って取り付けてみたいと思います。おー、やりました。スキルついてませんが、馬の方に乗ることができました。まあ、今回のアップデートで一番大きいのはやっぱりこの馬関係だと思います。今後もちょっとずつアップデートはあると思うんですけど、また何か変わればお伝えできれば良いと思っています。また、最近始めたツイッターの方でもアップデートごとに、その内容とかアップデートが来たことをつぶやいてますので、もしよかったらそちらの方も見てください。では、今日はとりあえず簡単にアップデートの中身を試してみました。またやっていきますので、これからもよろしくお願いします。それでは今日ご視聴ありがとうございました。